公認会計士税理士の白岩です。静岡市で会計事務所の代表を務めております。今回は企業独立しようとする方に向けてのメッセージということでお一つ話したいと思いますが、テーマとしては会社を作られる場合に会社をどう思っていただきたいかということでお話をしようと思います。で、会社を作る方は多いと思います。独立起業するときに個人事業主ではなくて会社をまず作って規模を大きくしていきましょうという方いらっしゃると思います。その会社についてどのように考えていただきたいかというと、会社というのは法人というものの一つになります。法の中で人としての人格を備えたものを与えましょうという法律の考え方で会社というものができるんですが、法人法の下での人って書きますので、私はよくお話しするのは、会社を作ったら人を一人生み出したものだと思ってくださいということをお話ししています。人を一人、息子さんなりお嬢さんでもいいですけども、人が一人この世の中に生み出したんだよというようなことを思ってくださいとよくお伝えしています。やはりですね、例えば実際の赤ちゃん、自分のお子さんが生まれましたとしたら、すごく大切に可愛がることが多いと思います。きちんと食事を与えて、しつけもして、洋服もあげて、お風呂にも入れてという、もうすごくすごく大事にして育てられる方が多いと思います。会社もですね、生まれたてのおぎゃーという時は何もできません。資本金とお金多少はありますけども、何もできない状態を手をかけ、品を変えっていうのかな、いろいろ手掛けて大きくしていこう、立派な人間に育てていこうということで皆さん会社を作られます。ですのでね、会社というものを自分の息子、もともとお子さんいらっしゃる方はもう一人子供が増えた、お子さんいらっしゃらない方は初めて自分の子供が生まれたよというようなことを思っていただいて、きちんと愛情を持って育てていただきたいと思います。というのも、いろいろな経営者見てますけども、会社に愛情をかけない方というのもいらっしゃいますね。もう10年間赤字、売上もこうやって下がって赤字で、自分の借金でなんとか会社を回してるという方もいらっしゃいます。そうするとですね、会社がすごくかわいそうですね。痩せ細ってボロボロになっている会社さんというの、会社というのは見ていて気の毒です。決算書パッと見た瞬間に、この会社はもう変な親のもとに生まれてしまったなというようなことを思うことは多々あります。ですので、そのような会社を、不幸な子供を育てないというのは多くの方が思っているのと同様に、会社も幸せな生活を一生送らせてあげていただきたいと思います。で、会社は植物と同じように自分では何もできないですからね、周りにいる人、社長、経営者がその会社を育てて、いい人生を送らせてあげるしかないですので、ぜひそのような心意気で会社を接していただければと思います。会社を作る時も当然そのように思っていただきたいです。自分は一人の人間をこの世の中に生み出すんだというような覚悟、気合を持って会社を作っていただければと思います。